今回はですね、奈良県の宇陀市にございます龍鎮神社についてご紹介したいと思います。このね、もうほとんど人が触ってないというのがよくわかる美しい渓谷の中にひっそりとしたね、佇まいを誇っている超穴場のパワースポットと呼ばれています。目印はですね、前方に見える朱色、赤色ですねの橋のところに龍鎮橋って書かれてますので、そこが入り口となっております。車で来られても見落とすことがない、もうここしかないのですぐわかると思います。ちなみにですね、2019年夏の大雨によって落石とかが起こりましてね、龍鎮神社にアクセスできない状態が続いていたそうなんですけども、2019年の11月上旬までに復旧を終えてまた観光できるようになっております。結構知る人が知るパワースポットらしいですよ。本当にね、緑が多くてすごく心をね整えて参拝できると、そういう、まあパワースポってそもそもそういう考え方でしょうね。自然と自分を調和していくと、浄化するといったような内容となってます。まあダムからすぐなので、一度ここの道を通ってしまえば間違えることはないと思います。そして私が行った時は大雨の後、ちょうど雨が上がったばっかりの中をですね、神社の方へ参拝させていただくことができました。まあ土砂降りじゃなくてよかったんですよ。ぴったり収まったんでね。いや、なかなかパワースポットに行くのにこうね、しっとりとした感じで行くっていうのもいいじゃないですか、自然の中ね。雨元が止まって、まあ梅雨の音になるっていうね、葉っぱから一滴ずつね、水が滴り落ちるみたいな、そういう音を聞きながら、この時点でね、癒されながら歩いていくことになります。さほど遠くありません。歩いて10分程度の道のりとなるので、体力に自信のない方もゆっくり歩けば必ずたどり着ける場所となっております。当然ね、この渓谷自体はもう昔からある聖地だったみたいなんですけども、まあ実際にですね、祭り事を始めたり、寺社仏閣ですよね、神社ができるようになったのは、安土桃山時代と言われています。まあ、その効果はまあパワースポットと、今の言い方でしょう、そうですけどね、すごくこう信仰を受けてですね、特に、まあ、侵入する、ここまで来るアクセスがものすごく当時は大変だったと思われるので、人の侵入をね、阻む、秘境の聖域だからこそ、まあ、龍神が治まるにふさわしいという場所だったとも言えると思います。で、現在もですね、地元の方々の信仰どおり手厚くもね、守られておりまして、神聖な佇まいも色褪せずに、その当時のままに近い状態で残っています。ただ、アクセスするのには、下道が、さりげない感じでね、石畳にもなっておりますので、足場が決して悪いわけではありません。特にね、水の音をよく聞くことができるので、川の音とか水の音ですよね。そういうのが好きな方は、とてつもなく癒されると思います。まあ実際水の音とかそういった、ね、無音に近い状態で聞ける川のせせらぎを聞ける等々、ね、人が多いところでは難しいですよね。九州でしたね、高千穂というね、日本のパワースポットで有名ですよね。あそこはまあボートで乗ったりできるし、流しそうめん食べれたりもするんですけども、まあ人が多くて賑やかっていうところがあると思うんですが、こちらに至っては、まあ、ほぼ人に合わないというね、パワースポットになってます。清流の水もとてつもなく美しゅうございます。そうね、先ほど例に挙げました、高千穂ですね。高千穂に至っては、まあ、日本ではね、随分昔からさらに信仰の歴史が残ってまして、有名なね、天照大神がお隠れになった天の岩戸神社の場所でしたよね。で、今回はね、そこ行ったこともある私からすると、びっくりするぐらい静かな場所でございましたよ、ここは本当に。たった一人です、お会いしたのはね。はい。で、龍鎮神社ですね、ちゃんと参拝もできますので、本当、美しい、その、川辺のところに、もう、こう、静かに佇んでるような神社なんですけども、本当にね、見応えのある、心を癒される場所、パワースポットとして、こう、案内されるにふさわしいね。すごい自然豊かな場所となっています。で、実際はですね、まあ、龍をこう鎮守していると、そういう形に流れになるんですけども、昔の言い伝えでは、こういったね、
場所で出会った大蛇とかを見ると病気になるっていうようなね、そういうアミニズム的な発想もあったんですけども、ですので蛇を、ね、見たら途端に逃げ出したなんて記録も残ってるんですが、蛇って、ね、そもそも竜のモデルなんですよね。まあ、あの神様のお使いとして知られる、まあ、存在で、とても縁起のいいあの生き物として知られています。逆にまあ恐ろしいといったね、そういう存在の代名詞にもなるんですけども、まあそもそもですね、ここヘビ結構いますよ。で、僕も今日ヘビに会ったら縁起いいんじゃないかなって思うんですけども、ね、ヘビに会えたら神の使いに会ってるようなもんですからね。いやヘビなぁ。で、他にもね、カエルちゃんとかいっぱい自然のものが、このね、多湿の場所になるので、結構過ごしやすそうに穏やかに暮らしていました。で、このままですね、ずーっとまっすぐ、まあもう数分もかからないうちに、あの、見えてくる渓谷の中に、竜鎮神社が見えてきます。まあ、そもそもですね、この渓谷一帯が、まあ、神域、ね、神の域とされてはいるんですけども、まあ、さらにその中でも最も神聖なポイントが、竜鎮の、滝というものがあります。この奥にあるんですけど、ちょうど神社のあるところなんですが、とにかくね、水がめちゃくちゃ澄んでるっていう、まあ、そういう滝なんですね。あの、華厳の滝とかそういうイメージじゃなくて、すごくね、小さな滝なんですよ。ただその小さな滝の中に、こう、せせらぎがちゃんと聞けるという、本当に竜が沈んでそうな美しい水があります。もう見えてきましたね。あそこが竜鎮神社でございます。自然豊かな奥地にね、こうやって佇む、ね、今から500年ほどになるんでしょうね。安土桃山時代。ですね、豊臣秀吉とかの時代ですね。どうですか、こういった自然道ね。多分日本全国あちこちにね、こういった自然道ありまして、結構ね、日本人はこういうところには観光が大好きで、たくさんの人がパワースポットっていうね、言葉を言い換えることによって、あの、老若男女問わず行くようになったと思うんですけども、まあ、スピリチュアル的に見ても、まあたまにはこういうね、自然といったものと、まあ、付き合ってみる、向き合ってみるっていうことが、結果的になんか清々しいな、スッキリしたな、なんか肩の力が抜けそうだとか、もしくは感動したって、そもそも綺麗なもんね、人間が目で見ると、やっぱ心が癒されるっていうのはありますので、ぜひ一度ね、こちらにお越しになってですね、まあ、のんびりと、いろんなものを考えながらでもいいですから、自分を整えるのにいいのではないでしょうか。まもなく到着でございます。もちろんですね、後で音声を切り替えて、あの、水の音も皆さんに聞いていただけたらと思います。とにかくね、もう水の音以外聞こえないぐらい静かな場所なんですよ。さすがね、聖域だけありまして、で、神様に失礼のないようにですね、あの、ちゃんと参拝して、ちょっとだけマイクを貸してもらって、音を拾ってもいるのでご安心ください。もうこの川のせせらぎとともにですね、もう僕自身もだいぶ心が浄化されたような、そういったイメージとなっております。昔からある貫禄のある鳥居をくぐってですね、このまま一気に下へ下っていくだけなんですけども、どうですか皆さん、この雰囲気。いや、いいですね。こういうところを大事にしてるっていうのもね、もちろんいいんですけども、だんだんね、見えてきますよ。で、現地って分かったんですけども、まあ、実際どのように、ま、ね、あの、参拝したらいいのかっていうことは、皆さん、あの、自由みたいで、あの、まあ、何かね、あの、祝詞を奉納する人もいたり、あの、五円玉を池に沈めたりとかしてる人もいたり、あの、通ってきましたね、先ほどまでに。で、あの辺で、こう、5円、10円を置いていくっていう場所もあったりとですね、特にね、形式だった看板がないので、皆さんそれぞれ自由に、あの、参拝しておられるな、という印象を受けました。あの、ね、マナーさえしっかり守っていれば、自分たちの参拝の方法でもいいかと思います。今ね、この滝の手前まで来たんですけども、先に、外側ですね、下流側をちょっと撮ってみたいと思います。ここが一番開けてるところですね。ああ、なんかパワースポットってこう、そういうイメージじゃならないですよ。もう竜が降りてきそうなね。もしくは、水の中飛び出してきそうな。で、こちらが祠ですね。神社のところですね。
若干の川になっている場所を飛び越えていく感じになります。それではですね、現地の音をお楽しみください。はい、というわけですね。ちょっとグロテスクなんで、見たくない人は見ないでください。蛇と思ったミミズでした。まあ、でかいね、これ。神様の使いかと思ってね、探し回ったんですよ。蛇じゃなくて、僕の場合、ミミズなんですよ。意味ある理由ね、知ってる人いらっしゃったらまた教えてください。なんか、嫌やな、これで不幸やとか言われたら嫌ですね。ミミズちゃんも頑張って生活しておられました。でね、駐車場自体は、脇道に止めてくださいっていう、案内がありますので、ちょっと走ったところに、車何台か置けるとこが結構あります。ですので、いっぱい人が来ない限りは大丈夫だと思いますよ。で、その後はですね、そのままソニ高原に一気に抜けてですね、ここからまあ温泉入って帰るかいっていう感じです。日帰り温泉の場所となっております。ここも自然豊かな場所でね、なんとね、年間で別荘を借りられるというシステムがあるんで、50何万円ぐらいだったかな。まあ、家賃で言って4万円ぐらいですよね。それで別荘を持てるというね、もう全ての器具を使い放題となっておりました。
で、こちらが、ソニーの温泉ですね。日帰り温泉。いいですよ、ここも。大自然の中にめちゃくちゃでかい露天風呂があるというね。まあ、車好きの方はね、ここドライブで来てからお風呂入るのも素敵ではないでしょうか。非常に気分がいい場所になると思いますよ。ソニー高原温泉って書かれてますね。素敵な佇まいでございます。温泉自体めっちゃ綺麗です。建物も綺麗。活気もあって素晴らしい場所ですよ。店員さんも明るくてニコニコされています。で、遣隋定食にいたしました。遣隋、まあ、昔で言うならおやつですよっていうね。まあ、卵かけご飯の延長みたいになってるんですよ。これがおやつ、昔のね。逆に豪勢じゃないですか。贅沢なご飯ですよ、僕らがしてね。めちゃくちゃうまかった。卵濃厚、かき揚げ最高でした。それではね、最後画像を見て、写真を見ていただいて終了といたします。最後までご覧いただきありがとうございました。